渡辺拓馬は、日本の元男子バスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード。福島県出身。188センチメートル、83キログラム。ベンヌ所属。共に、元実業団選手の両親から生まれる。二人の姉も元バスケットボール選手で実種の高子は1995年、福岡ユニバーシアードでオメダリスト。 家族の影響を受け小児でバスケットボールを始めた。福島市立放来中3年時に全国中学校バスケットボール大会出場。福島県立福島高校2年時の白カップで大会得点王に輝き、国内トップレベル選手として認知され、日本ジュニア代表候補にも選出される。地元開催の福島国体では準優勝。同3年時、 野代カップで2年連続の大会得点王に輝く。日本ジュニア代表のエースとして、アジアジュニア選手権3位、個人としても、大会得点王に輝く。高校最後の大会となる、全国高等学校バスケットボール選抜優勝。大会では、田伏優太を擁する秋田、野代高校に、決勝で敗れるも、準優勝、個人としても、大会得点王に輝く。 拓殖大学では1年次からエースとして、関東大学リーグで4年連続の得点王。2年次にインカレ準優勝。3年次からキャプテンとしてプレー卒業後の2001年、トヨタ自動車に入社。JBL スーパーリーグ新人王を獲得。日本代表メンバーにも選ばれ、バスケットボールアジア選手権や、東アジア競技大会などに出場。 2004年に代表から退くが、2006年、アジア競技大会で復帰。2009年、第84回天皇杯、全日本総合バスケットボール選手権大会で、男子個人賞、大会ベスト5に選出される。2012年、日立サンロッカーズに移籍。2シーズン在籍した後、2014年に、NBDL のアースフレンズ東京 Z に移籍。2015年、 トヨタ自動車アルバルクに復帰。2016年引退。現在は GM 補佐兼アカデミーコーチ。ありがとうございます。